皆さんこんにちは、今回はこれからの季節におすすめのコスメ第1弾として私が普段愛用しているチークをいくつかご紹介したいと思います。春夏っていうとやっぱりブライトカラーかなと思ったので、ピンクやオレンジなど可愛い色を中心にピックアップしてみました。よかったら最後までご覧になってください。ではどうぞ。はい、ではまず大好きなマークから2色ご紹介したいと思います。ピンクいきます。こちらはプロロングウェアブラッシュのステイプリティというお色です。もう名前からして可愛い色なんですけれども、こちらは、ちょっと明るめの白っぽいピンクですね。でマークの中だけで比較すると中間ぐらいの白っぽさ明るさの色になるかと思います。以前からあるパウダーブラッシュの、ウェルドレストほどは白くないですかね。でこちら公式のホームページによると、明るい青みピンクということになっているんですが、私は確かに青みも感じられるんですけれども、黄みもちょっと入っているような色に思います。なので本当に馴染みやすくて肌色問わず使えるかなと思ったのでおすすめしようと思いました。薄付きなのでチークの他の色の下地としても使いやすいかと思います。でこちらはプロロングウェアブラッシュって普通のパウダーブラッシュよりも持ちがいいとされているアイテムなんですが、違いに関してはちょっと私はあまり感じません。でマックのチークって他の元々のものもすごく持ちがいいですし、こっちの方がちょっと粉質が細かめで固めのプレスかなっていう気がするんですけれども、どっちもちゃんと持つのでそこはあまり気にしなくていいかと思います。でもこの色はすごく使いやすいのでおすすめです。次はこちらシアトーンブラッシュのピーチというお色です。これは夏の私の鉄板カラーなんですけれども、コーラル寄りのオレンジカラーですね。でこれを頬に横に広く入れて鼻の頭も通してこう直線っぽく乗せてあげると日焼け肌のようになって本当に可愛い色なんです。で以前からこれはある色ですし人気のものなのでお持ちの方も多いかと思うんですけれども、夏には本当におすすめの色なのでぜひお試しになってない方はチェックしてみてください。でこれはピーチって名前のつくチークってよくあると思うんですけど、だいたいそういうピーチカラーって白を混ぜたコーラルカラーのような白桃をイメージした色が多いと思うんですけれども、これはそうではなくって、どっちかっていうと黄桃、オレンジの部分がちょっと赤く色づいているような、そういったイメージをされると分かりやすいかと思います。なので他のよくあるいわゆるピーチカラーとはちょっと違うので、ネットとかでお買い求めになる方はご注意ください。で私は普段、チークはマットなものを選ぶことが多いんですけれども、今日はちょっとツヤツヤのほっぺに見せたいなっていう時に使うのがこちらです。マックのミネラライズスキンフィニッシュソフト&ジェントルという色ですね。こちらは普段、ハイライトで使っているものなんですが、これをチークの下地にしてその上にマットなカラーを重ねて使うこともあります。本当に輝きが綺麗なので、チークだけでなくてアイシャドウとかちょっと輝きを足したいなっていう時にどこにでも使えるので一つあると便利かなと思います。ちょっとライトなブラウンのような感じに見えるシマーの色なんですけれども、色はそんなに出ないのでどんな方でも使いやすいかと思います。次はこちらキャンメイクパウダーチークスの PW27 という色です。本当にキャンメイクのこのチークってプチプラの中ではかなり粉質が良くって優秀なものだと思うんですけれども、
こちらは、さっきのピーチにちょっと似たようなコーラル寄りのオレンジカラーですね。でもこっちは白の分量がかなり多めで、だいぶミルキーな感じのオレンジっていう印象かと思います。で、なのですごく発色はいいんですけれども優しい色なのですごくナチュラルなメイクに合うオレンジですね。で色白の方なんかにもすごくいいんじゃないかと思います。なんかこのチークは他の色も結構ブライトな蛍光っぽいような色味のものが多いので春夏にはすごく合わせやすい色多くっておすすめのチークです。次はイギリスのブランドスリークから2色ご紹介したいと思います。スリークは公式のホームページから購入しているんですけれども本当に安くて発色もよくってパッケージもこんな感じでおしゃれなのですごくおすすめのブランドです。では、はい、まずこちら、ピクシーピンクですね。かなりパキッとした青みの強いブライトピンクになります。で本当に発色いい分派手なので目元もちょっとパープルとか夜遊び風な派手派手メイクの時に活躍させようかなと思っています。でもなんか夏の夜にぴったりな雰囲気の色ですね。でもう一色がこちら、ローズゴールドという色でゴールドシマーの輝きがあるお色なんですけれどもどっちかっていうとゴールドが強く発色するのでそこまで色はつかない感じですね。なので口元が真っ赤っかとかそういうメイクの時にカラーレスのチークでほんのりのせるとすごくバランスいいかなと思って使っています。 MAC のスプリングシーンとかちょっと似た感じのお色ですね。今この2つを重ねて使うのがマイブームです。なんかブルジョワとかシャネルとかの焼きチークにありそうなゴールドピンクって分かりますかね。なんかそういうようなイメージで春らしい色になるのでこの2つを重ねるのが最近のお気に入りです。スリークは本当におすすめなのでぜひチェックしてみてください。はい、そして最後にボビーブラウンから1色ご紹介します。これはブロンザーとチークがセットになった商品なんですけれどもこちらのピンクパウダーブラッシュで販売されているものです。ペールピンクというお色ですね。ちょっと見た感じさっきのスリークのピクシーピンクと近いような青みの強いブライトカラーなんですがこちらは実際肌にのせるとすごくナチュラルで風呂上がりみたいなポワンとしたほっぺを作ってくれる色です。私昔はピンクのチークってすごい苦手で似合わないと思っていたんですけれどもこれを使ってみて本当に自然に可愛いほっぺを作れるのでピンクのチークいけるかもしれないと思った最初の色なんですね。なのでピンクが苦手だっていう方にもぜひお試しいただきたいと思います。これは春夏もそうですけれども一年中通して使いやすいピンクだと思います。はい、というわけで今回は私が春夏によく使うチークをご紹介させていただきました。ちょっと説明が下手で分かりにくかったかもしれませんが気になる色があった方は下に詳細を書いておきますのでぜひチェックしてみてください。また何かおすすめのチークなどありましたら教えていただけると嬉しいです。では最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあねー。